さあ今回は COD インフィニットフェア、オープンベータテストやっていきたいと思います。サミネゴー。いやー BO3 帰ってるかな。 BO3 以来なんで、そうだね、一応一作品前からセットデフソルジャー。 BO3 初めてですね、プレステージ回したという COD シリーズなんで、本作も楽しめればいいかな。あ、裏取られてる。総理敵が多いですね。味方がいるうちに戦いとけばよかったかな。裏取るんで敵が倒したかった。思ったより早かったな、くんの。敵の UAV。で、裏取られてる。なぜ撃った？敵がいたんでしょうかね。しまった。優勢なんで、味方をカバーしながら戦えば。あれが一体何なのか私は分かんない。絶対いるんだよな。こっちか。よし、フィード取れましたね。絶対俺殺されるんで。友軍ドローンサポート開始。今のちょっとまあ味方いなかったからしょうがないな。右側から絶対来るんだけど。敵が上取ってたと思うんでね、おっと。力が来るじゃん。友軍ドローンサポート開始。こっち取りましょう。味方と合わさって。任せて。マガジンを変える。多分大丈夫そうだね。こっちか。ならこっち見よう。味方のリスイッチがいまいち分かってないから。敵の UAV が接近。まずいバレてる。強引に行きましたね。で、これはなんだっけ ?R1 と、じゃないね。このスペシャリストは、どういうの？もうすぐたまるんで使ってみるか。ブレるブレていく。どっち使ってんの？いや、なんか基本セット使ってみるか。 SMG っぽいな。敵の UAV が接近。敵の UAV が接近。移動を失ったぞ。これはダメだな。ドローンサポート開始。強いんだけど、これは敵が複数いるから。多分こっち適当に撃っても当たるタイプの銃だと思うんで。死んでる。敵は中間地点だ。まず切れちゃったよ、ここで。敵の UAV が接近。今敵いてやる。敵の UAV が接近。お、犬いいね。お、倒した。敵スコーチャー身を隠す。素手なの？何あの銃、スナイパーか。おっと、なんか食らった。やべ、やられる。ライフルマン、これ基本だね。敵の UAV が接近。指を落とすものがないんだよね。
裏強い。どっちかにいると思うんだけど、あー強し、まずいな、いつの間にか土辺にまで落ちて、味方を見せてしまったな今。敵の UAV が接近。こっち絶対いるんだけど、うわ、待っていこう。友軍殿、サポート開始。遠目にいますね。でもすぐそこにいる。すぐそこにいる。危な。友軍殿、サポート開始。あいつ一人に時間かけすぎた。リードしている。左にすぐいる。裏いる、倒してくれた、よし、このまま。いやー、ブレるねー、ブレるねってか、エイムが定まってないな。さあ、感覚が、なんだろうこれ、個人的にバンパージャンプでやってるせいもあってほぼ BO3 みたいな感覚で、まあスペシャリストが、ああまあいいか、違うってだけでゲーム性はほぼ一緒だよね、正直。友軍殿、サポート開始。まあ、よりちょっとアイテムが近未来になったかなくらいね。くらい。あいつちょっと硬いらしいんだけど。これ、まあ、連射が早いゲーム。敵の UAV が接近。あ、やべ、いる。敵のスカラブ、稼働中。やれ。よし。まだ来るまだ来るいや、敗北ですか。12-12。敵のスカラブ稼働中。まだあの2人ランク1の人はね、感覚がつかめないですよ。いや、今この上の人が強すぎてしょうがないな。負けだ。おそらくもっと効率的な戦略を用いるべきだろう。いや、でも楽しいですね。